美味しそうでしたけれども高いんですね卵がね。そうなんです、うん、この高騰が続く卵なんですが、これまでの価格の推移をグラフで見ていきましょう。こちらですね、 JA 全農卵によりますと、東京市場での卵1キロあたりの出荷価格は去年1月は151円でした。その後徐々に値段が上がっていきまして、今日最新の出荷価格は335円です。すごい上がり幅ですね。そうなんです、うん、去年1月の2倍以上の値段となっていまして、これまでで最も高くなっています。この卵の価格の高騰の要因っていうのはどんなものが挙げられるんですか？はい、価格の高騰の要因は主に2つあります。一番の要因は VTR にもありました鳥インフルエンザです。全国的に鳥インフルエンザの発生が相次ぎ、卵の生産が少なくなっているんです。これに加えてウクライナ情勢などの影響で鶏の餌代の高騰が続き、生産コストを圧迫しているんです。今後の価格の見通しというのはどうなんでしょう？はい、去年12月に野村農林水産大臣がですね、年明けには価格は低下するという見通しを示しました。しかし今月17日の会見ではこのように話しています。落ち着いてきて価格も下がってくるのではないかということで、申し上げたんですけど、これはもう完全な私の間違いというか、先を見通す力がなかった、まあ、6ヶ月しないと卵が出てこないと、あと半年は待っていただかないとなと。このようにですね、少なくとも半年間は卵の価格の高騰が続くと政府の見通しを示しました、うん、まあ、卵ってそのもちろん飲食店もそうなんですが、それだけじゃなくて私たちの生活にも、ね、密接に関わってきますのでね、今後もさまざまな場所で影響が出てきそうです。